こんにちは、春です。お世話になってます。本日はですね、先日受験いたしました TOEIC 公開テストの結果の方を発表していきたいと思います。今年に入ってからですね、何回か公開テストを受けてるんですけども、その今年に入ってからの歴代の受験成績みたいなのをこの辺りに出しておきたいと思います。だいたいですね、950点から、960点ぐらいで推移してるんですけども、今回何点だったかと言いますと、早速発表していきたいと思います。今回の点数は、こちらです。はい、965点ということで、内訳としてはリスニングで495点、リーディングで470点といったような結果になりました。皆さんお察しの通りですね、かなり今停滞しております。だいたいですね、この点数もデジャブな点数になってまして、今まで似たような点数何回も取ってきてますね。多分この内訳なんかも前々回ぐらいと全く同じなんじゃないかなっていうぐらいに思ってます。で、今回リスニングは495点ということで、満点取り戻せたの良かったんですけども、逆に前回満点だったリーディングっていうのが逆戻りしてしまったということで、もう改めてですね、 TOEIC の厳しさというのを今痛感しております。で、ちょっとですね、コメントの方とかでも、もうそろそろいつになったら満点取るんだというふうに言われてますので、私も早く取らないとと思って結構根詰めてやってはいるんですけども、なかなか、リスニングで取れたらリーディングで取りこぼしてしまったりとかっていうことが今続いていますね。本当にお前勉強してるのかと思われるかもしれないんですけども、本当にやってます。以前もですね、ちょっとルーティン動画、勉強ルーティン動画って出したと思うんですけども、本当にこれぐらい毎日やってまして、大体平日でいうところの3時間ぐらいやってますね。で、休日だと思ってやってて、最低5時間ぐらいやってんじゃないかなというふうに思います。もちろん L&R の対策だけじゃなくて、それ以外にも SW だったりとか、あと英会話やったりとかっていうのもしてるので、L&R だけでそれだけ時間を使ってるわけじゃないんですけども、英語の勉強自体は本当にもう平日では3時間ぐらいはミニマムでもやってますので、それでもですね、なかなか満点いかないということで、本当に TOEIC って、厳しいなと。皆様からの知った激励をですね、ちょっと力に変えて今後ともやっていきたいなと思ってるんですけども、ちょっと今回ですね、この結果を受けて私の中で一つ戦略がありまして、これからの勉強方法、方針についてですね、一度ですね、TOEIC SW にフォーカスしてみようかなというふうに思ってます。 L&R からですね、ちょっと距離を置いて SW の勉強にフォーカスしていきたいなというふうに思っていて、というのも SW 試験って基本的に L&R で我々がインプットしているような英文っていうのをアウトプットすることが求められる試験なんですね。で、インプットよりもやっぱりアウトプットの方がレベル高いので、アウトプットできるようになるためには確実にこのインプットできないといけないというところで、より厳しいところで点数を取ることで、また L&R に戻ってきてですね、昨今難化傾向にある L&R 試験についても、結構点数が取れるというか実力を上げれるんじゃないかなといって、読みのもとちょっと SW に集中しようかなというふうに思ってます。っていうのも一つ理由としてあるんですけど、もう一つの理由としては SW の方っていうのはまだ私自身満足いくスコアっていうのが取れてないんですね。今現状ですね、200点、 SW それぞれ200点満点で、スピーキングが180点でライティングが150点なんですけど、スピーキングについては9割取れてるんで、そこそこかなと思うんですけど、ライティングについてはまだまだ弱いといったような段階なので、せめてライティングについても180点取ってですね、合計360点、 SW 合計で9割取れるようになってから L&R の方にまた戻ってこようかなっていうような、ちょっと今戦略を考えております。ただですね、動画で発信する内容については、SW を勉強している方っていうのがそもそもそんなにいないし、需要もあまりなさそうなので、引き続きですね、 L&R 試験の勉強法であるとか、問題解説の方を出していきたいなというふうに思ってます。コメントとか見てですね、 SW とかも、興味があるという方がちょっと多そうであればですね、そこも検討していきたいなというふうには考えております。で、今ちょうど作ってる動画としては、初心者の方が600点取るために必要な、勉強メニューという動画を作っております。本当に具体的にですね、どういう教材を使ってどういうことを1日何時間やればいいかって、すごい詳細な勉強ステップをですね、解説してる動画になってますので、ちょっと長尺になってしまうんですけども、だいたい15分から20分ぐらいの少し長めの動画なんですけども、それを見ていただければですね、600点まず到達するために何をやればいいかといった具体的なプロセスが全部載ってますので、ぜひ興味ある方はですね、まだ動画出てないんですけども、近いうちに出すと思うので、そちらも見ていただけると幸いです。皆様、9月にですね、受験された方は結果いかがでしたでしょうか。よろしければコメントの方で、シェアください。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。